今回はですね、ホーリーストーンの、ドローンの中から自分がおすすめしたい、ドローンをランキング形式で紹介していきたいと思います。ではまず5位から、紹介していきます。5位はですね、GPS を搭載しているドローン HS720 になります。こちらの、ドローンのおすすめポイントなんですけど、まあ、おすすめポイントとしてはまず 4K カメラを搭載しているところです。SD カードの差し込み口があるので、4K の動画をそうですね、マイクロ SD に保存することができます。それと写真の方も 4K ですね。で、重量は 460g あります。それなので、無人航空機に当たりますね。DID 地区では、一応許可とか申請とかしないと飛ばせない機種になります。伝送距離が 800m から 1km になっています。ただまあこの 800m 飛ばすとなるとまあ目視外飛行になっちゃうので、まあ、こちらもまあ申請とか許可が必要になります。で、基本的にあんまりトイドローンなんで距離は出して飛ばさない方がいいです。自分の見える位置で飛ばすようにした方がいいですね。で、周波数こちら、これはもちろん 2.4GHz です。で、飛行時間が26分になってます。結構長い時間飛ばせます。で、操作モードがモード1モード2に変換可能になってます。折りたたみ式のドローンなので、収納するときに、まあ、小さく折りたたむことが可能です。で、この最初から収納ケースっていうのがついてくるので、収納ケースに、折りたたんだドローンと、送信機、あと、まあ、バッテリーなどを収納することが可能になってます。で、価格なんですけど、2021年4月4日現在の価格を Amazon で調べてみたところ、29,990円の2,500円引きで購入することが、可能でした。で、こちらのドローンなんですけど、まあ、4K で撮影はできるんですけど、ジンバルはついてないので、まあブレのある動画になってしまいます。ただそこそこ綺麗に、トイドローンにしては、まあ、撮影できる機種だと思います。で、一応あのカメラの周りに、まあ、ダンパーっていうんですかね、振動防止のものがついているので、ちょっと機体のなんか個体差にもよるんですけど、なんか他の方が結構空撮しているのを何本か見てみたんですけど、結構綺麗に撮れてる動画もありました。はい、こちらがですね、自分が実際に空撮してきた映像になります。またやっぱり、ジンバルがついてないのでブレのある映像にはなってしまうんですけども、そこそこ綺麗に、まあ、撮影できていると思います。はい、まあこんな感じです、空撮映像は。で、こちらのドローンなんですけど、まああまり良くないっちゃ良くないんですけど、あの GoPro をヒーロー7、まあ、100g ぐらいあるあのカメラなんですけど、それをつけて、飛ばすこともまあ可能っちゃ可能なので、その GoPro をつけると、まあ手ブレ補正とかついてるカメラなので結構綺麗に撮影できます。これが GoPro 搭載して撮影したカメラ、撮影した映像ですね。まあ、パワーがそこそこある、まあ、ドローンなので、GoPro を搭載して飛ばすことも可能です。はい、じゃ次はですね、4位の、ドローンを紹介します。こちらのドローンはですね、 GPS 搭載ドローンの HS165 になります。こちらのドローンの、まあ、特徴なんですけど、画質の方は、フル HD で撮影することができます。で、マイクロ SD の差し込み口があるので、こちらもマイクロ SD に、録画した動画を保存することが可能です。で、重量が 171g、で、操作距離が 300m、 FPV の映像に関しては 50m になってます。で、周波数は 2.4GHz、で、飛行時間が14分ですね。で、その他操作モードがモード1モードに変更可能です。で、こちらのドローンなんですけど、 GPS が搭載している、ドローンにしては価格が結構安いですね。14,990円の、1,000円引きで購入可能になってます。で、 GPS 搭載ドローンですので、オートリターンや、まあ、アクティブトラックですね、自動追尾機能などがついてます。
で、まあこのドローンのいいところっていうのが、まあ価格が GPS ドローンにしては価格が安いっていうところですかね。で、映像ですね、空撮した映像に関してはまあちょっと白っぽいですね、ちょっと見た感じ。それとカメラの角度は調整できないので、もうこれ固定になっちゃいます。でさっきちょっと言い忘れちゃったんですけど、5位で紹介した HS720 はカメラをチルト式で、まあ角度を送信機から変更することが可能ですね。でこちらはもう、カメラ固定なので、角度を変更することはできないです。はい、次は3位なんですけど、ホーリーストーンの HS370 のドローンになります。こちらのドローンの特徴なんですけど、カメラの画質は HD になります。で、おすすめポイントとしては、重量が 46g、 まあ 50g いかないぐらいなんで、そこがちょっとおすすめポイントですかね。まあおすすめポイントっていうのも、一応2022年、中に、なんていうんですかね、無人航空機が、200G今未満が、模型飛行機になってるんですけど、その、法律のが変わって 100G 未満じゃないと模型飛行機っていう風に分類されなくなっちゃうので、そうなってくると、まあ軽いドローンしか、まあ飛ばせる、まあ軽いドローンでも、まあ飛ばしていい範囲と飛ばしていけないところがある。まあ、分類されますので、まあ、軽いドローンということで比較的飛ばしやすい場所が、まあ、見つかりやすいと思います。なのでそこがおすすめポイントですかね。2022年になっても、まあ、飛ばせる場所が多いということですかね、おすすめポイントとしては。でその他、伝送距離が 50m か 60m で、 FPV に関しては自分の購入した機体はあまり距離が出なくて、もう 20m しか出なかったですね。 20m ぐらいで結構遅延がすぐ出ちゃう感じで、でこれもまた他の方の動画を見てみると、まあそこそこ距離が出て綺麗に出てる、綺麗に映像を撮れてるものもあったし、まあ自分のはまあダメだったっていう感じですね。だから当たりが出ればいいドローンだと思います。まあ、価格もそんなしないんです。価格も割と6000円ぐらいで購入できるので、それを考えると、まあ当たりが出ればいいのかなっていうふうに思って、3位に選ばせていただきました。で飛行時間が11分で、これもモード1モード2変更することが可能です。はい、でこちらはちょっとですね、映像がないので空撮映像の方は飛ばします。で次、2位ですね。2位がホーリーストーンの GPS 搭載ドローン HS120D になります。このドローンなんです。もう発売からもう2年以上経過するんですけど、そこそこいいドローンだと思います。で画質の方がですね、フル HD で撮影することができます。でこちらもマイクロ SD の差し込み口があるので、撮影した動画や、まあ、写真はマイクロ SD に保存することができます。で重量が 198g なんで、模型飛行機に当たります。で飛行時間が16分で、モード1モードに切り替えが可能です。で価格の方が、19,990円と、まあそこそこは高いですね。でカメラの方なんですけど、カメラの方は、確かこちら手動ですね、手動チルト式だったかなと、ちょっとどちらか忘れちゃいましたね。手動かチルト式か忘れたんですけど、角度は変えることができます。で GPS 搭載ドローンですので、自動追尾機能や、ホームポイントまで帰ってくるオートリターンなんかもついてます。で空撮映像はこちらになります。これ今自動追尾させてるとこですね。このようにこう、自分の、まあ、自動追尾させることができます。でカメラの色なんですけど、これもカメラの色が若干白い感じですね。でその他映像的には、でこれがマイクロ SD に保存されてる、保存された動画です。まあそこそこ綺麗に
綺麗に撮影できると思います。はい、じゃあ最後ですね、最後選んだのが、ホーリーストーンの、ドローン HS200210 Pro です。こちらのドローンなんですけど、まあ、画質の方は、HD で撮影することができます。でマイクロ SD の差し込み口はないので、機体から飛んでくる映像をスマホに保存するっていう形になります。スマホの方に、まあ、録画ボタンとかあるので、まあ、そこから録画ボタンを押して、まあ、録画する感じですね。でスマホには専用のアプリを入れて、まあ、そのアプリを起動してから、まあ、録画をする感じになってます。で操作距離なんですけど、操作距離は、まあ、50メートルから80メートルというふうになってます。 FPV の画像に関しては、まあ、50メートルも飛ばない感じです。で飛行時間が5分になってます。で操作モードはモード1モードに変更可能です。で価格の方が2021年4月4日現在で6690円になってます。でこの、画像のやつはもう、青なんですけども、現在販売されているものは、赤になってますね。 Amazon で確認してみたところ、もう青の方は多分売ってないと思います。でおすすめポイントとしては重量が 33g と軽いので、まあこれもちょっと前に、お話ししましたけど、あの航空法、2022年に、まあ、法律が変わっても、まあ、比較的飛ばせる場所が見つけやすいっていうところが、おすすめポイントだと思います。で空撮映像なんですけど、まあ何て言うんですかね、こんな小型のドローンの割にはそこそこ綺麗に撮れて、結構 FPV 飛行が楽しめる機種だと思います。はい、それではですね、今回の動画は以上となります。動画の詳細欄に、あの購入先のリンク、ランキング形式で、まあ、リンクの方を貼っておきますので、もし気になるドローンがありましたら、まあ、動画の詳細欄を確認してみてください。あとブログの方でもレビューの方してますので、ブログの URL も載せておきますので、まあ、参考にしていただければと思います。じゃあ今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。